ジャニーズ問題の内幕暴露、編集長の交代がもたらした変化。ジャニーズ事務所と、週刊文春の歴史的な戦い。ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の性虐待問題が表面化して以来、週刊文春は、性被害者の告発や、タレントの降板などに焦点を当て、ジャニーズ事務所を徹底的に追求してきました。 しかし、最新号では一転してジャニーズ関連の記事が一切なく、これが編集長の交代によるものとされています。この編集長の交代がなぜ起きたのか、そしてジャニーズ問題においてどのような影響を与えるのかを追求します。1、ジャニーズ問題の根源、BBC のドキュメントと、ふみはるの取り組み。 2023年3月、英国公共放送 BBC はジャニー氏の性加害問題を取り上げたドキュメント番組、Predator The Secret Scandal of J-POP を放送し、その中で日本の主要メディアがなぜこの問題を取り上げなかったのかを徹底追求しました。 対照的に、フミはルは早くからこの問題に注目し、1999ケラ2000年にかけて特集記事を組んでいます。ジャニーズ事務所は、フミハルを名誉毀損で訴えましたが、東京高裁がジャニー氏の性的虐待を真実と認定したことで、フミハルの姿勢が一層強化されました。2、フミハルの編集長交代と方針の変化。 ふみはるは長らく加藤明彦氏が編集長を務めてきましたが今月から武田清氏が公認として登板しました。雑誌の性格は編集長によって大きく変わるものであり、加藤氏が追い求めていたのはジャニーズの現社長藤島樹林恵子氏や副社長の白羽瀬傑氏を退任させることでした。しかし、武田氏はそこまでの姿勢を見せておらず、 練習方針が変わることで、ジャニーズ関連の記事が一切なくなったとされています。3. 加藤氏の執念と、ふみはるへの報復。加藤氏が特に執念を燃やしていたのは、昨年のキンプリメンバーの脱退退場に関する記事です。その内幕を昇報し、ジュリー氏との面談の際のやり取りや、前副社長との関係について具体的に報じました。 ジャニーズ側はこれを虚偽の内容として強く否定し、異例のコメントとともに、ふみはるを提訴しました。この提訴に対するふみはるの報復として、性加害問題の告発記事が相次いでいるとされています。4. 編集長交代の影響と今後の展望。 編集長交代により、ジャニーズ関連の記事が一旦ストップしたものの、事務所は依然として不安定な状態にあります。ジュリー氏は、フミハルへの提訴についてどのように思っているのか、今後の展望についても注目されます。マスコミ関係者や一般の人々からは、フミハルのジャニーズ批判がこれほどまでに徹底したのは、ジャニーズ側の報復があったからではないか。 といった憶測が飛び交っています。編集長交代がもたらす新たな局面、ジャニーズ問題をめぐる週刊文春の報道は歴史的な戦いの中で培われたものでした。しかし、編集長の交代により方針が変わりつつあります。これが今後、ジャニーズ事務所や文春にどのような影響をもたらすのか、その行方に注目が集まります。 性被害問題と報道の戦いは、ジャニーズ問題が表面化して以来、新たな局面を迎えることとなりそうです。